17日第106回全国高校野球選手権大会3回戦京都国際40西日本短大付き、甲子園優勝した1992年以来の8強入りを目指した西日本短大府は、京都国際の絶対的エース、中崎に完封負け。OB の日本ハム、新城剛監督が現地で観戦する前で一勝は届けられなかったが、 最後まで諦めないプレーで応援に応えた。同行を指揮する西村慎太郎監督は、新庄監督と高校時代のチームメイト。今大会3戦目だったこの日、新庄監督が初めて生観戦した。当時は共に目指した甲子園に届かなかったが、立場は違えど35年越しに同じ空間を共有できた。試合後、西村監督は、いや、もう、 新庄には感謝しかありません。新庄だけではないですが、たくさんの応援をいただいて、と感慨深げ。選手らは試合前にスタンドから手を振る新庄監督の姿に気づいたと言い、選手は分かったみたいで、ニコニコしていた。いい時間を過ごさせてもらいました、と続けた。西日本短大付きは、京都国際打線に16安打を浴びながらも4失点で粘り、 4点を追う9回に西一二塁の後期を作るなど全力プレーを届けた。新庄監督はギリギリまで試合を観戦し、午後2時開始のオリックス戦のため京セラドームへ向かった。